ナタリー・サロートは、フランスの小説家、劇作家、旧制チェルニャーク。ロシア出身で、フランスに移住した、ユダヤ人で、ヌーボーロマンの代表的作家の一人として、活躍した。プルーストや、ジョイスラによる、人間心理の探求をさらに推し進め、意識される心理の仮想にある潜在的な心の、動きを描き出す作風で知られる。ロシアのイバノボで生まれ、 幼い頃に離婚した母親に連れられてパリに移り住んだ。後にはやはりフランスに移ってきた父親に引き取られて成長し、大学では法律や英語などを学んでいる。その後弁護士として働く一方で創作にも手を染め、1939年にデビュー作トロピスムを発表した。戦後にはサルトルの序文を付した第二作。 見知らぬ男の肖像が刊行されて注目を浴び、その前衛的な作風によってヌーボーロマンの先駆者となる。その序文の中でサルトルが名付けたアンチロマンという名称はヌーボーロマンという名とともに戦後のフランスに現れた従来の小説感を覆すような作品、作風の故障として広く知られるようになる。その後もサロートは 小説や戯曲において実験的な作品を作り続け、20世紀後半のフランス文学を代表する作家の一人となった。サロートの小説は他人と関わったり一人でいたりする中での人間の心理の底における自覚されないような心理的作用を捉えようとするところに特色がある。それまでの小説の意識の流れなどの技法をさらに突き詰め、会話のもとにあるもの。 言葉以前のものを断片的な記述を編み上げるようにして描こうとした。そこで問題にされるのは真理以前の心理であり、人間の潜在意識に起こる微細な動きの一つ一つである。そのような作用を捉えるために、例えば見知らぬ男の肖像では登場人物が匿名の二人だけに限られているなどの工夫が凝らされている。ありがとうございます。